本一短いローカル私鉄。JR 御坊駅から終点の西御坊駅まで8分間の旅です。今年引退する私鉄に、元は北条鉄道、浦和1985-1です。昭和60年3月31日、国鉄北条線が廃止になり、4月1日、北条鉄道が開業した日から運用を開始した車両です。浦和2000が登場した後、先に浦和1985、伊賀紀州鉄道に譲渡され、非鉄1になっています。最後まで残った浦和1985-1、二軸車ゆえの乗り心地の悪さから、次第に運用される回数が減少します。購入、浦和2003として運用を開始します。その後、浦和1985-1は故障したため、さよなら運転ができないまま引退します。同じ時期、紀州鉄道ではキハ603を今後どうするのか悩んでいました。この車両は昭和35年製、すでに限界状態を迎えています。次に大きな故障があれば修理は不可能とまで言われていました。紀州鉄道は故障した浦和1985-1の譲渡を北条鉄道にお願いしました。北条鉄道では浦和1985-1を実車で保存する計画がありました。その後、浦和1985-1を紀州鉄道に譲渡することを決定しています。紀州鉄道では故障した箇所を修理、紀鉄2として復活させています。初期型レールバスの特徴は二軸車、車両で現在のローカル線を支える車両です。